は。こんにちは。はい、ということで、大変、お久しぶりでございます。お久しぶりです。今日はね、久しぶりの動画の撮影ということで、今日は何なんですか？今日はですね、お忘れでしょうか、新年会の抽選をやってません、はいはい、そうですね、2022年1月2月19日ですね。あ、19日か、はい、今日はいつなんですか？今日はまあ、はい、春です2021年の春2022年。あれやば、もう22だ。そう、2022年、そうじゃん、だいぶ外も暖かくなってまいりました、はいはい、長袖でじんわり汗が出る季節が迫ってまいりました、そんな中でですね、はい、2月に行われた、新年会の抽選の動画をですね、撮ろうということで、はい、大変お待たせいたしました。あの、本当に新年会のお疲れ様でした。9時から始まって、はいはい、長い長い新年会、新記録じゃないですか何時まででしたっけ？翌日の朝3時、うん、3時ぐらいまでは、まあ、実際部屋がオープンしたのが8時で、オフィシャルスタートは9時で、かなり出入りやりました。そうですね、うん、はい、合計で50名、60名ぐらいいらっしゃいますか？はい、そうですね、59人の方が参加しました。オービスでやりました。なるほど、はい、オービスね、はい、会話を楽しんで、そうですね、今年1年頑張ろうという、そうですね、はい、朝の新年会は毎年2月でございますので、まあ、予定通りに今回も、まあ、オンラインでしたけども、はい、良かったですよね。楽しかったです。楽しかったですよね。はい、楽しみましたよね。手着で酔っ払ってる方も結構いましたね。そうですね。結構酔っ払いましたか？結構酔っ払いましたね。家で飲むのは酔いますね。パソコンの前で動かないし、冷蔵庫近いし、飲み放題で。あのね、それね、ちょっとあるんですよ、実は、うん。イギリス、ヨーロッパで外でみんなで飲む時って、うん、パブかバーなんですよ、うん。あれってみんな立ってるじゃん。うんうんうん、でもちろん席もあるんですけど、基本的にカウンター周辺で立ちながら歩き回るからみんな飲むんですよ、はいはい、そうですよね。そう、でも日本って居酒屋多いでしょ。居酒屋ってことですかね、うん、そうそう、で座って飲むじゃないですか、うん、だから酔いが回る。あ、そうですか、そういうもんですか？絶対あります、うん、だそうでしょ、うん、やっぱりリラックスするとすぐ酔っちゃうからじゃないですか。立ってる方がやっぱりこうリラックスしてないからじゃないですか。そんなことない、で基本座らないですかね、この人。だからガンガン飲めるっていうのはあるのかもしれないですね。あるかもね。まあでも、まあ、ヨーロッパ人さんたちの体のサイズはちょっと僕らと全然違うんだね飲む量がね、基本が違うっていうのあります。まあまあまあ、そんな感じですね。まあ楽しく盛り上がったという、そんな新年会でございます。もちろん今回もしっかりと個別にクイズを出してですね、お答えいただいた方の中からですね、抽選で3名様に豪華商品が用意されているということですので、はいはい。今回もですね、高杉アトリエ、名古屋松坂代表、高杉亮様より、金賞、銀賞、銅賞のプレゼントを用意していただきました。素晴らしい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。3名の方、いいものが当たるかなと。なるほど、思います。まあ、高杉さんに景品をこういうふうに準備していただいて、抽選会をやるのは今回3回目ということで、当たったんですか？当たんない。当たらないんですよ。当たらないんですよ。1回も当たらないですよね。不満がある。そんな中でもう2回当たってる人もいますからね。奇跡の男、引きが強い、引きがいい、持ってる男、持ってる男って言いますからね。我々は持ってないと。違うところで運を使ってるということにしましょうか。もう一切忖度なしでですね、記念会に参加された方でクイズのお答えいただいた方の名前をですね、しっかりと全員分準備してガチンコで、くじ引きいたしますので、じゃあもういっちゃいましょうか。いっちゃいましょうか。はい、はいはい、下から順番に銅賞、銀賞、金賞と上がっていきたいと思います。なるほど、まず最初高杉賞、銅賞の発表でございます。はい、お願いします。どうぞ。さあ、高杉賞、銅賞を獲得されたのはこの方です。どうぞ。さやさんです。おお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 おめでとうございます。見えますかね、さや。素晴らしいですね。はい、はい、おめでとうございます。はい、銅賞は松阪牛丸吉より松阪鶏味噌焼肉セット2人前です。素晴らしい、はい、おめでとうございます。さやさんはね、英語レッスンも我々と受けておりますので、じゃあクイズは英語のクイズに答えて正解したという。あ、そうですね。
と英語のね、難しいクイズですからね。あれね、一個一個僕が考えてるんですよ。日本語もですよね。日本語のクイズもマサさん。一個一個。今回も変なクイズがたくさんあった。オンラインイベントでしょ、うん、だから簡単に Google 検索で分かってしまうようなクイズは作れない。コピーペーストで、ね、そのまま簡単にできちゃいますからね。 AI を超える、アルゴリズムを超える。微妙な、なんていうんですかね、こう 表現だから説明も難しい。そう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 、ピンポイントで狙いに行ってますから。疲れてたまってるじゃん。はい、いぶし銀とか大一番とかお笑い草とか、そんな言葉がクイズで出されてたみたいな。首だけね、の正しい使い方とかね。でもちろん、ね、英語も同様にですね、英語バージョンを作ってですね、こうして、はい、クイズを通して会話を楽しんでもらうと、はい、いう感じ。まあ、ないですよ、さやさん、おめでとうございます。おめでとうございます。どうもありがとうございます。じゃあ、続きまして、高杉賞、銀賞の発表でございます。どうぞ。さあ。はい、高杉賞、銀賞は、この方です。あー、ゆかさん。おお、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、金賞は松阪牛丸よし、松阪牛冷凍ギフトセット、ハンバーグ、コロッケ、牛脂アイスが入ったセットです。おめでとうございます。おめでとうございます。ゆか先生ですね。いいですね。いいね。じゃあ海を越えて。その通りでございます、はい、現在ゆか先生はですね、スリランカを活動拠点とされておりますので、さあ果たして行くのか。日本のどちらかに取り置きしとくっていう手もあるかもしれないですね。送らないで。送れないんじゃない。あ、送れれば送りたいですけどね。送れなければちょっと相談する。ハンバーグ冷凍ですけどね。ちなみにどうなんですか、スリランカは仏教国だけど、でもいろんな方が、ベジタリアンは多そうですね。あ、いろんな方もいるし。え、スリランカ行ったことあるんですか。一度、すごく美しくて楽しく魅力的な国でしたね。人たちも優しくて、いいですね、ギスギスそんなにしてない、うん、ストレスが少ない。そうですね。牛食べていいんですか。仏教徒の人たちは当然食べてると思うんですけど、ただ宗教別にベジタリアンの人が普通に多いイメージがあります、ね、あ、結構アジアの国ってベジタリアンの方は宗教的にも習慣的にも、そう、習慣的にも、ね、そういう方多いんですよね。北部にはイスラムの方多いですけど、でもイスラムでも牛は食べれますもんね。まあ、牛食えないのはヒンドゥーの方ですか、うんうん、まあ、ゆか先生は外国人ですかね。そう、現地にしてみたらいいんですよ、ね、そうだと、まあ、禁止ではない、はい、禁止ではないけど、何せよ、松阪牛が報道が公開される頃にはもうそちらの方に向かって可能性があるので、はい、残したらトラブルがあった場合は同じ価値の、まあ、いいギフトか何かをお送りしますので、少々お待ちくださいませ。はい、はい、おめでとうございます。さあ、やってまいりました、金賞です。大事なの、はい、ですよ。続きまして、逆に2人減りましたから、ライバルがでも、あの、日本の方続いてるので。そうですね、今回新年会は半分半分とおっしゃいましたっけ。あ、ですね、外国籍の方と日本の方と半分半分ぐらい参加されてる。ちょっと待って、あの、確認だけど、今回これ逃したらもう12月までないから次回は、あの、2022年の忘年会ですので、それまではギフトはございませんので、さあ、ぜひ当てたい。来るとこうね、焼肉とかね、バーベキューとかしたい感じですからね、うん、まあ、これはですね、日頃の行いってやつです。さあ、それではですね、参りましょう。高杉賞、金賞の発表でございます。どうぞ。はい、これ、え、嘘でしょ。はい、タイトル。金賞の獲得者は、はい、タイト先生でございます。ありがとうございます。本当に金賞は松阪牛丸吉のしゃぶしゃぶセットです。やったー、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。あの、ズルはしてないです。ズルはしてないこれはもうガチですから。持ってた、すごい、やりましたね。今見ないでやってましたから。やりましたね、びっくり。なんかちょっとすごい高額で、ね、マジかよ。あの、マジで来ますかね。いや、あの、高杉さんが送ってくださいました。ありがとうございます。ごちそうさまです。すごいね。なんか、何すごい、ね。金賞は？しゃぶしゃぶです。しゃぶしゃぶの、ね、はい、肩ロース100g。やっぱしゃぶが一番いいね。しゃぶが。いいですね。割とすごい来ますよ。いや、ありがとうございます。今回は全部日本人。あ、本当だ。ばかりで、そうです、揃ってしまう。あ、そうですね。そうですね。
ですね。うちたまたまうち先生が2人という。まあそうそうそう。なかなかそうねそうねそうでしたね。ほらシーピンさんとかジャスパーもいるし。なるほど。うん、みんないますよ本当に。そうみんないるんですから。疑ってないから別にね、自分が聞きたい人だけ集めたわけじゃない。ドキドキしちゃって自分が当たったからラジさんね、ラジさんもいるし、あ、マサさんが今これ入れ替えるって思います。ダメです、ダンコさあ、ということでですね、無事フレッシュの3章すべて発表が終了いたしました。表彰はさやさん、金賞はゆかさん、そして金賞はカイトさんにお送りします。はい、おめでとうございます。さあ、ということでですね、高杉賞の発表は以上ということでございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあ、まあ、追加で何かお知らせ等があればどうぞ。いや、もう僕は今年の目的は果たしたので。いやいやいや、まだ今年始まったばかりですけど悔いなし。なるほど、もう今はそれどころじゃないですね。楽しんでください。はい、はい、ご説明ありますか。そうですね、次回は今のところ予定されているのは忘年会までは、まあ、オンラインですかね。うん、今のところ、はい、今のところはもし何か改善されたりとかあれば、うん、暖かくなってきた頃にイベントができるといいですけれども、まだ未定でございます。なるほど。まあとりあえずのところは、今年12月の忘年会を目指して今年も一年頑張りましょう。はい、新年会大変お疲れ様でした。そして当選者の方々おめでとうございます。ではまた次回お疲れ様でした。ありがとうございました。